よせ。僕らはもう同じ道を歩んでいけないのか。ロギ、俺が終わらせてやるよ、この憎しみの連鎖。連携。やめて。どうして二人が戦わなきゃならないの。なぜだ。何がお前を変えてしまったんだ。黙れ。たとえ世界の秩序が崩れ去ろうとも、俺がこの世界を救ってみせる。お前は間違ってる。錬金術で。この世界に変わらないものなど何一つない。あるとするなら絶対的な力が正義となる世の断りだけだ。なぜだ、ディオス。全てが変わり続ける世の中で変わらずにあり続けるものがある。それは僕たちの絆だ。理想だけでは何も変えられない。そう気づかされたんだよ。俺たちは騎士だ。信じる道が違うというな、その剣で。秘術を見よう。はい。俺に指図するな。戦いの中で散るのならば本望よ。本当の兄弟だと思っていたんだ、ディオス。愛する兄弟よ、これで終わりにしよう。違うわ、ロギ。
気づいてきた絆に嘘はない。あなたたちは今も昔もかけがえのない兄弟なの。忘れないで、愛情は決して色褪せはしない。あなたたちを思う、この私の気持ちのように。悠久の時を超えた遥か昔、この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエンメル、後に錬金術の始祖と称される兄弟である。彼らはその禁忌の術で天へと続く塔を建造してゆく。万物を恐れぬ諸行、その英知に神々は脅威を感じ、人類の傲慢を戒めるためにその手を下す。兄のニムルを封印し、世界を完全に分断した。残されたのは禁忌の術を伝承するわずかな人々と、遥か空高くそびえる塔の残骸だけだった。その塔の名をバベル、人類が犯した愚かなる滞在の象徴である。我が祖国ラーストリス公国が滅亡し、早20年。地に伏せ、森に隠れ、沼の水をすする日だが、その苦渋に満ちた日々も憤怒の力を持って、非道の属国エンビリアを駆逐する。お前がラーストリス公国
酸欠唯一の生き残り、ブラ。何？このオルドリン砦から反乱を始める気か？そうはさせない！このガキ、いつの間に？よし、かかった。ディオス！チェン、呼んだら意味がないだろうが。総援の紋章、小僧ども、エンビリア王国総援騎士団団長、ジーク・クローリーの嫡男、ロギ。同じく、ディオス・クローリー。ま、作戦通りってところだな。褒めてやるぜ、ロギ。初陣で雷郷将軍ブラドをやれれば、これ以上ない大手柄だ。滞在人ジークの血を引く者どもか。いいだろう。祖国復興の貴様らの血を反撃の呪しと変えてやろう。ラーストリス三傑に数えられし雷郷将軍ブラド、いざ。我が王族を皆殺しにした結露ジーク。だが反乱の灯火はくべられた。我らのフンドは。待て、ディオス、何をする気だ。決まっているだろう。禍根を断ち切るんだよ。これでお、やめろ、無駄な血を流すな。彼らは捕虜にすべき。城へ連行してその企みを吐かせるべきだ。バカな、憎しみの連鎖は余さず断ち切る。ラーストリス滅亡以来なされてきたことだ。だけど争いは絶えていないじゃないか。そのやり方は間違ってる。争いを長引かせるだけだ。黙ってろ、ロギ。平和を脅かす不忠の者どもに躊躇は無用。重い指令。なんだあいつは。あの邪剣はまさか氷蛇将軍ネビル。ラーストリス三傑のバカを言うな。ネビル将軍は前の戦争で撃たれたはずだ。ジーク、パ
トリックにしよう。エリック救援を。なんだ、あいつの体に走る光の筋は。逃げろロギ。何？二人でやられるよりはマシだ。奴は俺が引きつける。お前はこの状況を父上へ報告しろ。ふざけるなよ。どんな状況でも二人で生き延びる。このバカ、一度言い出したら言うことを聞かない。まったく困った兄弟。ならば覚悟を決めろ。絶対に生き延びるぞロギ。当たり前だ。必ず生きてアガサの元へ戻る。真理と世界をつなぐ運命の見届け人、ウヌラに魂のつながりを見た。ウヌ力を持つ資格。待ってくれ。これは世が揺らぎ、未来の見えぬ今、力はウヌラに平穏を与えない。運命は荒れ狂った激流となり、あまたの人々を飲み込むでは。力なくして人類に平穏は訪れん。だが力の意味を知らぬ。力？何なんだその力。ウヌラに問おう。力が欲しいか。僕は力が欲しい。この意図。俺は力が欲しい。よかろう。今ここに真理の契約は結ばれた。ウヌラの意志が目指す未来、その先に世界はどのような審判を下すのか。あがけ人間どもよ。そして揺るぎなき真理を導いてみせよ。真理